レクサス CT、レクサス LF、CH、レクサス LF、CH とは、トヨタ自動車が2009年フランクフルトモーターショーにて、初公開した、レクサス初のコンパクトカーのコンセプトカーである。レクサスのデザインフィロソフィーである、エルフィニスに沿い、洗練された中にも力強さを合わせ持つスタイルとされ、シャープな衣装のヘッドランプ、逆台形グリル、L 字型のリアコンビランプなどで、 レクサス車に共通のアピアランスを表現している。B ピラーをブラックアウトし、リアドアのアウターハンドルをウィンドウ側に下地上がり部に埋め込み、アルファロメオの車によく見られる2ドアに見せる勝利が取られている。インテリアでは RX、HS に続きリモートタッチが採用され、表示系もそれらと同様、左側にエネルギーメーター、右側にスピードメーターという配置となっている。 レクサスを含めトヨタのハイブリッドカーとして初のパドルシフトが採用されている。レクサスは2010年のジュネーブ賞に LFCH の正式市販車にあたる CT200H を初公開すると発表した。ジュネーブモーターショー10、レクサス初のプレミアムコンパクト CT200H 初公開。ありがとうございます。